2019年度上半期ホストオーク、2019年度上半期の、売り上げナンバーファイブが集まってくれました。イエイ。じゃあもう必要もないと思いますが、自己紹介を。では僕からです。はい、クラブシールズの代表千住徹です。よっ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 。はい、クラブシールズ鴨沢マミエイトです。よっ。クラブシールズ統括白崎一郎です。よっよっ。クラブエスニー代表の堂本美玲です。よっ。クラブ沢部長日比小太郎です。おはようございます。すいません、遅刻しました。申し訳ない。遅刻や。申し訳ない。申し訳ないです。皆さんお待たせしました。ちょっとガチで気まずそうなんですね。1時間ぐらい待たせたんで、本当に時給20〜30万の人たちなんで、120万円ぐらい俺多分マジで無駄にしたかもしれない。俺一人で。申し訳ない。ごめんなさい。あの見覚えのね顔だな。去年いました、あなた。去年いなかったですね。一切いませんね。あ、こういう感じなの。大好きやな、こういうの。いや、まずいじるところよりよかったね。上半期、上半期振り返って。じゃあ、なんか小太郎さん、振り返ってですね。上半期振り返って。上半期振り返って、上半期、上半期特にドリームナイトですか。ドリームナイトといえば、けど去年はね、本当にあのラッキーからラッキーですね。去年なので、今年は、うん、今年の上半期はまあちょっとラッキーも含まれた、皆さんご存知の通りですけど、ラッキーずっと1位なんですか。ああ、そうか、ラッキーなんじゃ。いや、実力です。あ、運がいいんだ。ああ、どう持ってこうかな。うるせえな。ドリームナイトね、よかった。だいぶドリームナイトのおかげで今、あの月1000も売れたんで、あの月1000も売れたんで、まあこう、上半期ナンバーに関わってるのかなとは思ってますね。あ、今上半期ダントツナンバーワン。ダントツ1000万、1000万どんどんある、そういえば。あるっす。僕ないです。ちょっと待って、僕もないっす。そうだね。やめた、つまりもいいって思った。A ちゃんを殺しに行くつもりが。殺しに行くつもりがいいやつです。やってもうた。A、気にしてない。すいません。気にしてない。せやな、誰よりも生きてる。上半期、まあなんかエピソード誰もなしって感じ。あと、とある人がトワイライトグループの鍵穴にボンド突っ込んだ話は。いや、言えるけど、それ知っとるもん、みんな。え、誰？いや、分かる。え、これ分かる。これ使える？使える。今許可が得た。人数めっちゃ増えたっすね。人数めっちゃ増えたね。上半期で多分10人ぐらい。上半期で10人だよ。レギュラー10人ぐらい。チーズ4チームね。それ代表としてどう思うんですか。振り返りやらない。やっとね、こう時代がシリーズについてきたんかなみたいな。なるほど、なるほど。やっと、やっとっすね。けど、去年だって1月多分10、レギュラー15人とかですね。今まあ25だから、25ですと、10人増。そう、10人増で、ね、水準も多分めっちゃナンバー、売り上げの水準もかなり上がったから。いや、ほんまにこの上半期で、うん、成功の年でしたね、シリーズとしては。上半期としては、店舗としてはもうかなり最高の1年、半年じゃないかな。水商売の流れって切れないですもんね。しかもずっと1回波に乗ったらしばらくずっと。そうです。3年ぐらいは。これ3年続くの。いやいや、3年ぐらいは多分。もう今もう嫌だもん。もう今もう誰も、ね、もうそう言いたくないけど、その女のお客さんもやっぱ今はもうシールズすごいよな、やっぱめっちゃ聞くけどさ。いや、それはね、しかも下の子まで伝説させてるのがめっちゃいいです。僕らだけじゃなくて、そう言ってるのが。そう、入ったばっかりとか、シールズが一番じゃん。お前何をしてるんだ。
何がこいつだと思って伝達してってるの広がってるみたいなのがありますけどね。そう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 、シリーズのシリーズ若林トマトが書いてたもん。若林トマト、トマト、でもトマトすごいよ本当に。努力家そう、本当にずっとキャッチしてますね。すごいすごい、すげえな。なんだかんだなんかこうみんながすごくて埋もれてるけど、うん、なんだかんだ入店もう速攻18超えて、はいはいはい、2ヶ月目50そう560売ってるから。ええすげえすげえ、なんだかんだすごい本当に。お客さんの層はもうすごいですよ。やっぱ外国人の人いますから、ね、外国人、キャッチして、あ、意外ですね。キャッチして、キャッチして、キャッチして、誰でも行く、中国の方とか、フィリピンの方を20万使ったやつも中国の人すげえ、すげえ、とかずっと中国語なんかわからんトマトに、いや、ちょっとお客さんにトマトに中国語喋れないでしょね、中国語も全然、まあ中国、まあ台湾とか行ったら中国ちょっとわかるから、喋るんです。ただまあそういう卑猥な言葉しか教えてもらってない。卑猥な会話しかしてない。喜ぶその女の子も。そうなんだ。そうですね、20万ぐらいですか。すごい。すげえ。シールズはもう世界に出るべきだと思うわ。日本に収まるほどではない。マジ、お金は出てた方がいいよ。全員で。どこ出すわ、マジで。シベリアとかに、シベリア、シベリア、そういう噂だもん俺マジで。シベリア、シベリア1目指す？シベリア1、シベリアにホストクラブ出る分がない。そうですね。1000万生きてたじゃん。生きてたじゃないですか。あっちょっと。1000万。あとちょっとではない。ちょっとよあれは。またちょっとやな。絶対行くと多分みんな思ってたもん。あとリシャール1本。ですね。聞いたかったんですけどね。いや別に本当にカッコつけるわけじゃなくて、うん、いけなかった。いやカッコ悪い。カッコついてない。カッコついてない。そうですね。行きたかったんですけど、まあ、無理してもいけなかったっていうのが結構。いやけどみんな行くと思ってたから、ほんまに。だって俺言っとったもん。俺もお嫁さん見ないに行ってない、いつも行く、俺も行く、俺も行く行くって。その月結構使ってくれたお客さんが結構多分使ってると。ここがなかったら使ってないですね多分。その月は使ってない。10万とか。そうなんですか。5万5万ぐらいでしょ多分。じゃダメよ喧嘩は。喧嘩する額じゃないほんまそれぐらいだから。いやでも本当にたまたまもう応援してもらって、たまたま本当に周りが頑張ってくれたんですよ本当に。いや本当に本当に予定ではだってもっちょい、あれ全然半分ぐらいですがもう倍ぐらいいったんで、すげえかったな。それはすごいな。でも絶対行かんけど、まあだってその始まる前は。でも行く行くってめっちゃ言って、子供めっちゃ言ったっすね。俺もお客さんに、俺見ないでも全然行くよ。こいつめっちゃツイッターとか書くんですかね。いや、行くと思うやん。あ、でも、あ、でも前半でやって700万ぐらい打っとった時にさ、もう、あ、もう絶対行くなと思って。何があってもいいか。待って、ちょっと後半の売り上げがバレるやん。俺のバース以外の売り上げがちょっと。その全全部全てぶつけたいな。すげえすげえ。レベル上がりすごいけどね。800もすごいんだけど、すごいですすごいけどね。ちょっと麻痺してんじゃないかな。本当レベル上がりましたね。また年々ずっと上がってってる気がします。一昔前は1000万とか800万なんか考えれなかったような数字なんだけど、岡山だったら。ああそれ、岡山最初に1000万行ったことを知らない子がもういっぱいおるけんみたいな。あ、持って、この話題性は持って3年じゃけよって声だったんじゃけん。トールさんが1000万行った瞬間マジで。え、そうそう、一緒に、そう、一緒に、その現場におったけんさ、俺島田が来よったけん、マジで。いやもう初めて見たんよ、トールさんが仕事中にうわって涙流しても1000万行った瞬間の時ね。で、あのそのセフィロスの、当時の、今のシールズの箱で一緒に来よったんだけど、そのもうど真ん中の席で、トールさんがラストンで泣きながら栄光の架け橋を歌っとを見て、俺も泣きかけたもん。ちょっとほんまにマジで感動。めちゃくちゃかっこよかった。あの時はもうめっちゃもう、そうですね、もうやっといけたって思ってたら、その1年ちょい後に大悟が一人でお客さん1800万使うやん。俺結構
もうあれ結構本気で頑張ったのに、そうですよね、こんな感じなんだみたいな。わかります。時代変わった。ボケましたね。なんか全体的に。ここら辺で一気になんかもう変わったやつ。なんかその年、多分その次の年に1000万プレイヤー一気にボンボンボンと三人とか一人とかもいたし、まず扉を開いたら倒さないんですよ。まず一個バッだって、でそこからなんか連鎖していったような。スタイルパンもそうですね。作ったんですよ。めっちゃ増えたよね。だってあれ。僕のと年、僕が行ったら多分もう4人目とか5人、5人目とかだったと思うんですよ。1000万すごいもん。まだ分かんないか。地元の話みたいな。全然入れない。水準はもう今はもうほんと考えない。当時から考えた。そうっすね。すごい、ほんまにマジでついていけないの。マジしんどい。けどほんまに上がったのは、だってエイトとか1年半で今年5000万目指してますからね。年間年間で5000万いけたらいいな。え、ちょっと誕生日終わったらいい。今月です。あ、今月。え、ちなみにあれ、例の1000万あの、目標は300って言いました。え、何それ何それ。いや、あの、社長が、あのな、300って言って1000万いくのがかっこいいんだぞ、ちょっと300。まあ今年にはまあ1000万そうですね、行きたいですね。ああ、そうなんだ。 C にはあったか、その昔もう岡山といえば千住通ると、まあ別のグループの方ですけど、相川彗星がもう2人がどっちが1位なん、どっちがすげえんじゃんみたいなあって、多分今もまだそれってまあ妙に残っとって、次がまだ決まってないんや。それは絶対俺もう A ちゃんだと思うもん。その片方が絶対天海 A と誰がなるのみたいな。あと時期ですか。そう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 。でも今はだっていちごと小太郎が、あ、だってそうですね。ゼラブリだから。ダメだもん。え、フリやん。めちゃくちゃ分かりますなんか。連続で。いや、来たもん。そう。なっとるかな。手応えある顔してますよね。手応えある顔してますよね。それ待って、それ待って。欲しがっとったやんだって今。だけどす、恥ずかしい。そうですね、僕らその時代に入ってますもんね。うん、まり逆に言えばだからその時代に入っとるやん。いや、そうですね。ああ、そうか。まだまだ廃材ですか。まだこれからですか。まだそれってあと3年ぐらい頑張らんとじゃないけど、ずっともう最前線でやっていかなきゃいけない。28ぐらい。いや、まあ絶対プレイヤーでまだまだもう年齢的にも。トールさん今年29になれるんですかね。あ、そうですか。いや、考えるなんて、7年前よ。俺出会った7年前で、このさんと。このさん、まあ23、そうだな、23とかだった頃なんで、マジかと思って。なんかちょっと感慨深いものがある、ほんまに。僕らそのね、だって超えとるじゃない。当時、俺より年上や。全然多分年上です。感慨深いもん。すげえさね。まさか自分がこういう、ね、言われるようになるとも思ってなかったし。うーん、うん、昔のトール、その時の25歳の時のトールさんとの考え方とかも知りたいもん。今トールさんの考え慣れとんかなとか思う、たまに。あうん、25の時トールさんもっとしたんがすごかったな、もっと仕事も考えとっただろうなって思ったら、何も考えてないし、何も変わってないよ、マジで。もう22ぐらいから時止まってますだけど多分あの時と比べたら、うん、めっちゃ優しくなったと思うんですね。目つきがもう開いてる。ああ、もうホストからどういう目してる。どういう目どういう目。全然今もあるよ。今もあるよ。感じないの。ナンバーファイブ以外の脅威なホスト。え、めっちゃ多いめっちゃ多いっすよ。まあだって今もう源氏の勢いもすごいし。ああ、やばいっすね。テクションやばいっすね。安定した空だもん。ここでもう一個プラスあれば、いきません、食い込んでくるし、ね、入ったけど、まあ、はるくんとか。じじいばっかやな。じじいばっかやな。マジで、おっさんばっかやな。平均年齢30っすね。平均年齢30やな。若い子は若い子、清水。若い子っすか、清水。いや、でも、リクとか、そういう世代が入ったばっかの子、今すごい、かなり勢いが。俺らが入った頃の水準よりも今の水準の方が高い気がするんだよね。全然高いと思うんですよ。もう末恐ろしいな。え、とか俺ほんまごめん、これあんま関係ないんだけど、
ナンバーもというか、あ、何でもってナンバーずっと思ったよ俺でもずっと言ってたよ、ナンバー戻った方がいいよ。あ、そうですか。の方が絶対に数字上がるから。ナンバー戻ったのはコーナーから。あー、ほんとにじゃあ、いや、なんか俺、その、いや、この数字でナンバーはまだこうダメだなって未来が言って、いや、俺がナンバー戻らんとダメだわ。それは違う全然関係ない。あー、すいません、考えすぎた僕が、挑戦者。じゃあ誰なん、次、次世代のエステニーでナンバーワンだ。うちは、もうこう、そう、レンとか言うのはなしよ。あ、やっぱその辺ね。勇士のもう、わけわからんスタイルはでもすごいから安定としたらもう、めっちゃ嬉しそうな。安定するんですか。いや、させたら、まあ、それは自分で。その、すごい、あの、なんて今まで経験したことないから、その爆発力が、うんうんうん、すごいすごい、ほんまにすごいっす。なんであのお客さんが引き出せるんと思うの。運も持ってるし、その、確かに使わせて言ったらちょっとあれですけど、すごい能力めっちゃ高いですよ、彼は。勢いがすごいですよね。 LINE とかもマジでばっかりっすよ。3番多分誰にも持ってない能力だろうね。そうですね、うん、みんながその関係性とか考えるもんな。関係性とかも考えずに、その瞬間のためにっていう。多分色カノとかいないんじゃないですかね、あの子は。へえー、多分聞いてないですよね。すごいと思う。いないんだ。何か知ってる。いや俺もう勇士はだって1000万持っとるもん。そう、あいつはってバースデー好きで1000万売れると負けたことあるもん。あ、そうだ、負けたな、そういえば。ありがとうございます。ずっと勇者勝手に目が行くんですよ、やっぱ。あのその調子悪い時でもファンファンいて、あの勇者のとこおるかって見るもん、意識してる。だいたい見てもざまーって見る。8じゃん。そうそうそう、これ見て喜ぶわ、多分。めっちゃ喜ぶ。先月ナンバーワンだもんな。用に取るって言われとるよ。めっちゃ喜ぶ。勇者取るって性格とかじゃなくてな、顔の話。めっちゃ似とる。そうかな。俺も似てないと思う。俺もあんま似てないと思う。結構似てる。なんかニヤ、雰囲気にやけた感じが似とんじゃん。あー、似てる。ずっと笑ってるもんな、俺も。オムニヤニヤします。え、じゃあ、なんで自分のお客さんにどう思われた。どんな人なの。俺、僕知らんのよ、A ちゃんの営業スタイルとか。全然可愛いとか。シールズの人たちって、シールズに行くお客さんたちって、もうマジでシールズにしか細い方って岡山シーズだけでしょみたいな人たちがシーズに行くのよ、ほんとに。マジで。そうたまに遊びに来てくれても、もう細グラバ扱いしてくれも、俺らシーズに行く人はね。どういう意味かないぞお前。でもめっちゃいい子が多いイメージだったよな。ええとあれですね、理解はしてくれてます。理解させたね、しっかり。すごいじゃん。好きなの。うん、好き。だって俺な、悪い噂を一個も聞かんのはマジでエイトだったもん。もうマジで聞かんな。もう誰かがエイトの悪口を言っとるとかマジで聞かんもん。ちょっとムカついたとかもないし。マジでね、すごいね。熱いっすよ。だからその下の子の今入ってた子はもう見えてと。あ、ほら、皆さんついていきますみたいな。そう、ほんまに。嬉しいですね、やっぱり。うしいな。なんでしかも、その話になったら、なんできない興味ね、気に入らない。リアクション、ぶっといてる。ええ、じゃあ、でも、頼むの、フランってくれ、みたいな。ずっと、もう、ほっといてくれ、俺は。こういうとこで語りじゃないもんな。店に来て金払って出て俺のこと知れるんだぞ。すいません、もう一度。ワンチャンジャマあるんだよ。ワンチャンジャマあるんだよ。俺のこと知りたい人はね、お金払って預けてください。お願いします。すいません。嫌なやつだろ。サワイヤ。サワイヤはやっぱ今はもうダントツで、トワですね。やっぱ伸びてきてるのは。トワです。もう全然詰めが甘くて、その父さんとかからもいろいろフォローしていただいたり、いろんなあったんですけど、やっぱ急成長っすね、あの子は。急になんか掴みましたね。
パコーンって。大学辞めたんですか？大学は辞めたんじゃなくて、ちゃんと卒業した。へぇ、すげえな。ちゃんと卒業して、もうだからもう、だからありがたいですね、求人とかでもガンガン打てるんで。もともとただの大学生だった男が今は給料150万円、200万円当たり前に持って帰ってるんで、よかったら、休止のか夏休みだと思うんで、今上がった頃にはこれがぜひクラブサマダイにお願いします。それ夏休み終わってるパターンありますよけど、これ編集を早くしてくれよ、何編集をさすとして。でその俺ってそういうそのちょっとしたトゲがあったり角が立つ部分があるから、俺って結構でトアとかがおっとけたら助かるよな。あれやばいっす。そう攻めちゃうんですよね。だけど俺がもしそのなんか代表とかテンポのトップに立ったら、ああいう子の存在って必ず必要だと思う。その知恵袋というか、そうめちゃくちゃ必要だと思う。頭もいいし。そんなん言ったら俺なんかもうトゲ。いやそれはチームがどれだけフォローしてるか。それもバランスとしてやって。戦略的にやってる場合もあるでしょ、それなんか。だけど、いや、その使える時の方が多いですよ。でしょ、なんか、登録俺から、こう、下手打てみたいな、そのお客さんが、絶対さ、ピシッとするみたいな。そう、それもめっちゃあると思うんですね、やっぱ、今年考えた時。めちゃくちゃ必要じゃん。めっちゃいっちゃうからな。言うんですよ。大事、大事。お前、それを、なんか、その、ホスト側が不満に持ってるけど、それを、どうさんを、いかにうまく、どう上手に扱えるかによって、変わってくるよな。絶対そうだ。で、生き残るには。お客さんがいいですね。だからそれで、だからいいお客さん。そうそう、お客さんいい。本当もう俺が関係ないから大御所にも行っちゃったから、この前なんか。いや来ましたよ。ゴイゴイっすよ。ほんまに思うっすよ。いやいや、あれは訳があるよ。あれは訳があるよ。お客様神様じゃないんだぞとぐらいの感じですよ。すごいな。神様よ。神様だとは思ってるんだけど、本当にお客様あっての俺らだから。それはもうね、逆に言えばね、こう俺らホスト商品あってのホストクラブだから、やっぱそのホストサイドも守らなきゃいけないし、ちょっとこうあったからね、いろいろね。マジでそういう存在っておらんけんさ。だってトールさんみたいなちょっとパッて出てきたら背筋が伸びるような人の存在って多分どこの店舗にもおらんからさ、今は多分それを唯一持ってる方だから、そういうのって俺絶対受け負いたくないポジションじゃが。結構それ結構マジしんなんかしんどいって聞いたらあれだけど、あれよ、結構メンタルくるよ、メンタル。あですよね。それだって下の子の不満が直接的にしかも絶対いかんからこそ、でもその内容かな。そうですね、なんかあるもんな。それを分かってない下の子だなんだよ、そのなんやマジで。そのなんか登場のどうの学さんかマジで。今内容に不満を持ってる君マジで、登場さんうまく扱ってトロさん、どう転がすか、どう踊らすかによって踊らすいや、ほんとそうだよ、言い方悪いよ。どうトロさんを踊らすかで、もう仕事変わってくるよな、マジで。これはいや、もう今日そうですね。踊らすのことでしょ、どうせ。いや、マジで踊らされたら、マジでマジで。いや、もう使われとるは思いながら、もうセッション。あー、だから上手なの、なんじゃ。なんか、そんなのする。全然待って。だけどほんまに、なんかそれ、はたから見とったら、多分一生働いてなかったら結構完璧像あるじゃないですか。完璧像っていうか、もうこの性格の人みたいな。あ、俺もこれが性格みたいなって思ってる、多分従業員いっぱいいると思うんですけど、これを俺も最初、俺も辛いんよみたいなことで話したことがあるんです。ことどうこのキャラ、ほんま死んでもいいよみたいな。それ、ダッセー、マジで。まさに聞きたくねえよ。人間妙気で尊敬しました。聞きたくねえ。それは話した方がいいですね。それってる方が。いや、それずるいよ。うまい。そんなめちゃくちゃかっこいい、かっこいい、かっこいい。まあもうしんどいわ。ちょっと一号変わって。ほんまにそんな感じですけど。いや、ずるいな、それ。それ響くよな。響くよな。言ってくれなったもんな、俺の時は。下の子だったから俺。そうそう。あ、でも今パートナーじゃないですか、完全にもう2人2人3曲ぐらいやってるじゃないですか。で、そう俺はもうダントツでやっぱ下だったけん、もう大先輩で働きよったけんさ、そのトロさんのそういう部分も、まあ、人間的な
小田も結構仲いい。いや、かなり良くしましたな。待って、でもやっぱり、マジで小田だって俺の元カノの手料理食ったもん。すっげーうまい。すっげーうまかった。これカットなしでいいっすよ、これ。ほんまに綺麗な人で、なんか、もうな、全部わかっとんよ。もう何から何まで。して、もう、もう何も言わんの、徹さんに。マジで。分かってるからね、トック、俺は、私は、みたいな。トックって言いますか？トック。どうなんやろな。そうそう、本当に。すっごいいい女だった、マジで。下半期に向けての、じゃあ、あなたと私、意気込み、とか、あれば。僕、バースデー残ってるんで、そこで、どう巻き返すかですよ。多分今月、バースデーでもし、その、大きい結果出してきたら、多分、並ぶぐらいになっちゃうんで、A ちゃんとか、選ばれちゃうんで、多分バースデーも、今年のバースデーも、ちょっと去年ぐらいに売り上げ出さんと、ナンバー、グループナンバーワンは狙えないんで、今年は、ちょっともう、超えたいなと思ってますね。で去年もだって2000万を一応売る、うん、やバコーンって言って、うっしゃーって、中央長寿が、太郎って、なんとか知らんけど、知らんけど、なんとか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 、マジで、なんかそういう雰囲気があったわけ、1000万取らしいよみたいな、そう次の月に、いや、謎の3300万プレイヤーが。いやけどあれがあったから俺僕売れたかもしれないです。ホントにプレッシャーっていうか、うん、まあ、小太郎2000万売ったよって5倍言われました。あ、そうなんだ。小太郎君の5倍言われてます本当に。そう、あ、そうなんだ。気持ちいい。大丈夫、気持ちいいが気持ちいい。気持ちいい。でもその前まで僕2000万売ったって言ってたんで、お客さんも2000万売りたいって。HC の出前の人も言ってくれるには、いつもおめでとうございますね。こんな人まで見てくれとんじゃんと思ったら、次の月、何ももう、まあ、もう、すげえ。3年最後の時から、おはようございます、お釣りです、お流暢です、おはようございますって言ってくれる。何やつだ。下半期。下半期。まあ、下半期は店として、ちょっと、シールズさんに勝ちたいですね。本当にあのもう V 記録がすごいじゃないですか。今もう7、うん、8ですよね。8、もう1年 V12 行かれたらちょっと困っちゃうんで、うんうん、悔しいけど周年負けたんマジで飛んだっすね。周年好きで勝てなかったっすからね。めちゃくちゃ飛んだ。しかもボコボコに。もうこれを言っとることがもう真実でもこれになっちゃう。気づいた気づいた。そう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 、これを動画に流すのやる。いや絶対勝ちますから。ここは、うん、上半期じゃなくって下半期に一度とは言わずちょっと V を止めて、そのような姿勢が大丈夫かと。下の子も上がってくると思うんで、うん、多分僕が消えて他の子がここに入ってくれるぐらい頑張ってくれれば代表の幸せやな、それがやっぱ、うん、確かに、ね、下半期俺ここ俺自信ないもん。さすがにちょっともう今のレベルだったら厳しい。僕はいや最後いいですよ。はいはいはい。最後ですよ。やっぱりそれもいいかな。7番ですから。そうですね、下半期でもとりあえず1000万ですよね。目標は1000万。月間1000万。そうか、月間1000万行きたいですね。すごいよ、景色が変わるよ。本当次1000万景色。2000万はまた違う。出た出た。これ聞いたことで。気分ある。気分ある。何も変わらんけど。確かにあんま変わんないです。まだ1000万はちょっと目指したいです。下半期は俺はもう個人的にはお店としてはもう本当に今の状況をもうちょっと少しでも伸ばして、個人的には下半期は俺マジでちょっと家を買おうと思って。プライベートってことですね。はいはい。家を建てるってことですか。そう、家建てようと思って。とバイクの大型免許取ろうかな。下半期目標は達成。そうですね、家建てるっていう。家をずっと家だから。最近ずっと見たの。一人暮らしなの。お前、展示会誘われましたよ。
展示会、家の展示会あるじゃないですか。行ったんすか。展示場何回か行ったんだけど。結構先じゃない。さっき彼女を探すといいのに。ポロさんもずっと彼女いなくないですか。ポロっと、そうそう、で、俺ちょっと家欲しいってなって、そしたら、あ、結婚するかみたいに言われるかなみたいな、誰かに。誰も言ってくれない。誰も言ってくれない。いや、父さん似合いでしょ、そんな。離婚しますみたいな顔ならぶん殴るぞ、俺が手術だったら。何言ってんのお前って。間違いないです。頑張れ頑張れ。一番気をつけて、ここに家建てるぐらいだったらね、ここに。そう、入れるようなぐらい筋出さないから、なかなか。まあ、仕事のありにもなるですもんね。いちごさん、僕は、今年はもう、あと5300も売るか、1億3000万円まで1億なんで、いや、5300も売るか、来年売るか。でも、あ、ブロックさんが今年でもいけるんだよ。いや、無理無理。それか、もうちょいやっぱ計算してるんですけど、うん、結構きついんですよ。1170万円ぐらい。1170万アベレージ叩き出して、やっと半年後にですね、ぐらい。それやべえな。ちょっと厳しい部分もあるんですけど、まあ、彼来たなっていうのはありますね。だから悔しいけどな、そのなんか、こいつやるんじゃないかって思えるよな。なんか、俺、こいつやるんちゃうかって。一部だったらいけるんじゃないかって思ってしまうもん。いや、本当にもう、けど去年、あと1000万自腹しとけばよかったって、何回後悔したか。ほんまに、ほんまに思うんですから。記憶プレイヤー。9000万すごいもんな。いやけどね、やっぱ言えないんですよ、9000万って。なんか歌舞伎町のマスター書いてるじゃないですか、1億プレイヤーの。9000万プレイヤーって書いてるから、ちょっと出せんすよ。確かに、ちょっとあと1000万だけはちょっと、ね、ほんと1億が1回売りたいなっていうのがあります。自分意識してるもんな、そんな歌舞伎町とか南に負けてないんだぞ、みたいな。いや、それが結構相乗効果つながるかなって思うんですよ、うん、結局。すっごいわ、1億か。1億やで。こんな若造が。いや、変わらない。1個しか変わらない。年間1億取ったら、その、手取りというか、その給料ってどこが、いや、どれぐらいわかんないです。年間で言ったら。ほんまにわかんないです、これ。どれぐらいに。リアルに。7000万とか。7000万もあるんですか。あ、でもそうか。1億ぐらい売ったら多分7000万ぐらいあるのよ。いや、多分。ワンチャンですね。7000万で言えば去年の俺の年間売り上げじゃないか。7000いかないぐらい。7000いかない。6500から7000。すごいよこれ。はい、じゃあね、まあ上半期もこの5人でナンバーファイブでしたけどね、下半期もサダムグループをよろしくお願いします。お願いします。はい、この動画を見てくれてありがとうございます。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしく。めっちゃいいよ。別のやつ考えとこう。ちゃんとしたやついくか。はい、この動画を見てくれて、ありがとうございます。この動画を見てくれてありがとうございます。この動画を見てくれてありがとうございます。この動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。